そうだから本当これも泣ける泣けた。あのなんかね、そのお母さんの思いっていうのがね、ブワーって伝わってきて、はあ、親になって私も初めて知ったんですけど、泣けたよ本当に。だからすごいおすすめです。あのあんまり中身を言うとね、ネタバレになっちゃうんであれなんですけど、親が思う、親が子に対する思いとか、そのね、お子さんが親に対する思いっていうのがね、すごいよくなんか伝わる作品で、私はすごい、はい、泣きました。もう今も思い出して泣いちゃうんですけど、とにかくもう親が亡くなる瞬間とかって絶対これからあの来ると思うんですけど、あの、まあ、考えられないっていうかね、考えたくないんですけど、いつかいなくなっちゃうんですよね。いつかいなくなっちゃうからこそ今を大事にしなきゃいけないっていうのがあると思うし、子供は親の背中を見て育つので、なんかね、やっぱりそういうことを考えると、ああこれからのことをすごい考えちゃって、ね、私の両親は年老いてくる、で子供はどんどん育っていって、自我が芽生えてくる、反抗期も迎える、ああ今私何ができるんだろうってすごい考えちゃって、そう、でも親がねこうやって元気に生きてくれてるっていうことが今はすごい私の支えになってて、育児とかも本当にすごく手伝っていただいているので、もう親がいなければ今の自分って成り立ってないんですよ。その親がどっかに行っちゃうっていうふうに、いつかは絶対行っちゃうんですけどね、天国に行っちゃうんですけど、そう、私も最近祖母が亡くなったっていうのもあるし、人がこう死ぬっていうことを結構目の当たりにして、ああそれならば今私がしなきゃいけないことってなんだろうってすごい考える時がたまたまこう重なって、そう考えちゃいますね、やっぱりね。自分も年老いていくし、親も年老いていくし、ね、子供はこれからだし、そう、子供にどういうふうに教育をしていかなきゃいけないかとかも考えるし、親に対しても何ができるかっていうこともすごく考えるし、本当に考えさせられるきっかけをもらった本というか、やっぱり人と人との縁って私すごく大事にしてて、たった一回どっかでこう会った人とかでも、私はすごく縁があって会えたと思うし、世の中にね5万って人はいるわけじゃないですか。5万どころじゃないですよね。もう何十億って人がいて、人と人が出会う確率っていうのがそもそもすごく少ないんですよ。本当に 0.0.0001% ぐらいの確率で人と人って出会うものだと思うから、だから何らかの形でお仕事とかプライベートとかでも人と人が会うっていうこと自体がすごい奇跡みたいなことなんですよね。だからそうやって出会った人のご縁っていうのは私は大事にしていきたいと思うし、あんまりそのご縁っていうのをあの切るようなことはしたくないって思うタイプなんですよね。お母さんになって初めて私も思うんですけど、子供のことを嫌いなお母さんって一人もいないんですよ。子供になんとかこう頑張ってほしい、応援してあげようっていうね気持ちになる親しか存在しないと思うんです。お腹を痛めて産んだ子供ですから、子供に対して不幸になってほしいって思ってる親って一人もいないと思うんです。でもやっぱり親の思い通りには育ってくれないのが子供なんですよね。いろいろやんちゃしてみたりとか、いろんなことあると思います。私も今子供が6歳と5歳で、今まではね、ただただ可愛い、そう、ただただ可愛い子供っていう存在だったかもしれないけど、これからすごく自我が芽生えてきて、反抗期があったりとか、いろいろね、やんちゃしたりおてんばしたりってことがいっぱい起きてくると思うんです。でもやっぱり親は親で、あのこのことをどんなことがあってもやっぱ可愛いんですよ。可愛いし幸せになってほしいし、立派な大人になってほしいんですよ。こんにちは、あゆみれいこです。今回は最近泣いた本っていうことでお話ししていきたいと思います。喜ばれる人になりなさいっていう本で、長松重久さんの本なんですが、もう私お母さんとかおばあちゃんとかもうお父さんとかに弱いの、もう子供のストーリーとかにも弱いの、もう電車の中で読み始めて、で行きと帰りとね30分ずつ読んで、合計1時間で全部読み終えたんですけど、もう大号泣しちゃって、電車の中で、え、目の前の人が、え、この人大丈夫みたいな、そう、もうそれぐらいグワーって泣いちゃって、やばいやばいって思って、
途中で降りちゃったんですよ。あまりにも泣いてると変な人だと思われちゃうので、途中下車してちょっとね10分ぐらい休んで、駅のホームのベンチに座ってる時にもうこれを読みながらブワーって泣いてたんですよ。座ってる時間がね10分間ぐらいだったんですけど、はって見たら私のバッグなかったんですよ。そう、これ読んで大号泣してブワーって涙こぼしてふって見たら置き引きになってたんですよっていうぐらいこれ集中して泣きました。まあね、そのもう置き引きはいいんですよ。ちょっと日本今治安悪すぎですね。日本で私長年生きてますけど、確かに海外ではめちゃくちゃいろんな犯罪に遭ってきたんです。ひったくりとかね、強盗、首絞め強盗とかにもあってきたけれども、ちょっと日本で置き引きにあったの初めてかもしれないっていう、はい、っていうぐらいちょっと衝撃的だったんですけど、それぐらい熱中して読みました。そして泣きました。確かに編集者が5回泣いたって書いてあるんですけど、私もすごい泣きましたっていうぐらい、やっぱり母とこのストーリー、グッときますね。お母さんになって初めて私も思うんですけど、子供のことを嫌いなお母さんって一人もいないんですよ。子供になんとかこう頑張ってほしい、応援してあげようっていうね気持ちになる親しか存在しないと思うんです。お腹を痛めて産んだ子供ですから、子供に対して不幸になってほしいって思ってる親って一人もいないと思うんです。でもやっぱり親の思い通りには育ってくれないのが子供なんですよね。いろいろやんちゃしてみたりとかいろんなことあると思います。私も今子供が6歳と5歳で、今まではねただただ可愛い、そう、ただただ可愛い子供っていう存在だったかもしれないけど、これからすごく自我が芽生えてきて、反抗期があったりとかいろいろね、やんちゃしたりおてんばしたりってことがいっぱい起きてくると思うんです。でもやっぱり親は親で、このことをどんなことがあってもやっぱ可愛いんですよ。可愛いし幸せになってほしいし、立派な大人になってほしいんですよ。そうだから本当これも泣ける泣けた。なんかね、そのお母さんの思いっていうのがねブワーって伝わってきて、はあ、親になって私も初めて知ったんですけど、泣けたよ本当に。だからすごいおすすめです。あんまり中身を言うとねネタバレになっちゃうんであれなんですけど、親が思う、親が子に対する思いとか、そのねお子さんが親に対する思いっていうのがねすごいよくなんか伝わる作品で、私はすごい、はい、泣きました。もう今も思い出して泣いちゃうんですけど、とにかくもう親が亡くなる瞬間とかって絶対これから来ると思うんですけど、考えられないっていうかね、考えたくないんですけど、そういつかいなくなっちゃうんですよね。いつかいなくなっちゃうからこそ今を大事にしなきゃいけないっていうのがあると思うし、そうやっぱり子供は親の背中を見て育つので、なんかねやっぱりそういうことを考えると、あこれからのことをすごい考えちゃって、ね、私の両親は年老いてくる、で子供はどんどん育っていって自我が芽生えてくる、反抗期も迎える、あ今私何ができるんだろうってすごい考えちゃって、そうでも親がねこうやって元気に生きてくれてるっていうことが今はすごい私の支えになってて、育児とかも本当にすごく手伝っていただいているので、もう親がいなければ今の自分って成り立ってないんですよ。その親がどっかに行っちゃうっていうふうに、いつかは絶対行っちゃうんですけどね、天国に行っちゃうんですけど、そう私も最近祖母が亡くなったっていうのもあるし、人がこう死ぬっていうことを結構目の当たりにして、ああそれならば今私がしなきゃいけないことってなんだろうってすごい考える時がたまたまこう重なって、そう考えちゃいますね。やっぱりね、自分も年老いていくし親も年老いていくし、ね、子供はこれからだし、そう子供にどういうふうに教育をしていかなきゃいけないかとかも考えるし、親に対しても何ができるかっていうこともすごく考えるし、本当に考えさせられるきっかけをもらった本というか、これ良さそうなんじゃないって勧めてくださった方がいて、私すぐ Amazon とかでポチって買ったんですけど、たまたま私もこの著者さんが知り合いなんですよ。初めて会ったのはなんか個展に
私が個展を青山で開催してそれに来ていただいたことがあって、それがきっかけだったんですけど、その後もあの講演会とかのお仕事で何度かご一緒したりとかして、ご縁がある方だなと思って、でやっぱり人と人との縁って私すごく大事にしてて、たった一回どっかでこう会った人とかでも私はすごく縁があって会えたと思うし、世の中にね5万って人はいるわけじゃないですか。5万どころじゃないですよね。もう何十億って人がいて、人と人が出会う確率っていうのがそもそもすごく少ないんですよ。本当に 0.0.0001% ぐらいの確率で人と人って出会うものだと思うから、だから何らかの形でお仕事とかプライベートとかでも人と人が会うっていうこと自体がすごい奇跡みたいなことなんですよね。だからそうやって出会った人のご縁っていうのは私は大事にしていきたいと思うし、あんまりそのご縁っていうのを切るようなことはしたくないって思うタイプなんですよね。まあ自然とこう疎遠になっちゃう人っていうのはいると思うんですけども、やっぱりその出会えた奇跡っていうのも縁だから、友達であってもそうじゃない関係の人であっても、まあ、お仕事先の人であっても縁があって出会えた人っていうふうに考えると、一人一人が私の人生の中にとってすごく大事な人だなと思うので、大事な人っていうのを大事にできるような人間であっていきたいって思いますね。とでもこれ思い出すとちょっと涙腺が緩んじゃうので危険です。最近ちょっと涙腺弱りまくってるんで、もうね年取ってくると涙腺がもうやばいですよ。涙腺崩壊しちゃうんですよ。もうちょっとしたことで泣けちゃうの。泣けるよ。すごい泣きたい人におすすめの本だし、その親と子っていうことについて考えたい人にもおすすめの本です。まあ、この方の本ね、全て本当素晴らしい作品ばっかりなので、はい、全体的におすすめです。私はどうしてもね書き手もやってるので、こう書き手としてあこういう表現がどうとかそういうふうに見ちゃう部分もあるんですけど、これはね本当ねスッてこう心に入ってきたというか、はい、泣けましたっていうことで、まあちょいちょいね読書の感想とか映画の感想とかもね前はちょいちょいやってたんですけど最近してないので、はい、またちょいちょいやっていきたいと思います。はい、ということでこの動画が良かったよ、参考になったよって方はぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。あゆみれいこでした。